終わりテレビのモデルとなったメテレ特殊報道部は2012年8月23日に日本一ソフトウェアから発売されたプレイステーションビータ用アドベンチャーゲーム日本一ソフトウェア創立20周年記念タイトル第2弾日本の民放テレビ局終わりテレビの一部署特殊報道部によって制作される超常現象検証番組特報の 番組作りを行うというゲーム内容。日本一ソフトウェアと地元の放送局、名古屋テレビ放送の共同制作であり、両者による制作委員会が蘇生された。そのため、著作権表記は、日本一ソフトウェアインクメテレとなっている。キャラクターデザインは、漫画家、イラストレーターの清原博士。プレイヤーは、人体発火や、カッパなどの頂上現象に関する。 取材を行い、超常現象の目撃現場や体験者の証言から手がかりを集めていく。集めた情報の中から重要なものを洗い出し検証する際には、超常現象に関係のありそうな部分を探す、マテリアルチェックが行われ、正しい箇所を指摘することで、ストーリーが進行する。物語が佳境となると、番組内容を決定する、プランニングチェックが発生する。 ここでは集めた情報をもとにした企画書が2つ用意され、どちらを選び放送するかで、以降の展開が異なる。終盤では番組の収録を行うプログラムディレクションが発生し、アナウンサーの進行に合わせて VTR や音声など適切な資料を選んでいく。間違えると放送事故扱いとなり、視聴率が下がり、プレイヤーの評価に影響する。 ランクは S.A.B.C.D. の段階があり、c 以上でクリアとなる。実在の放送局が制作に参加することで、番組制作の現場の雰囲気を再現しており、作中には、メテレのスタジオや、報道部、メ、テレ前の東別院交差点が背景として使用されている。キャラクターデザインは、あやつじゆきとの小説、アナザーの漫画版で知られる、清原博過去に、 流行り神警視庁会議事件ファイルを制作したスタッフが参加しており、本作は同作の精神的な続編とも受け取れる題材が参見される。恋順特殊報道部、始まりの物語のタイトルで、フレックスコミフレアにて2012年7月26日より連載。ありがとうございます。